アハムは NTT ドコモが2021年3月26日に導入した携帯電話の廉価版料金プランの名称である。NTT ドコモが20歳代を中心としたデジタルネイティブ世代に向けて2020年12月3日に発表したプランである。従来のドコモのプランとは完全に分離され、ドコモショップなど実店舗での申し込みは受け付けず、 専用ドメインのウェブサイトや専用アプリからの受付のみとしている。名称は未知の物事を瞬時に理解することを意味するアハモーメント、なるほど、という合図ちの英語表現のアハ、楽しい時にアハハと笑うの時の簡単詞としてのアハが由来となっているという。CM キャラクターは森七菜と髪を変え出玉で CM ソングは夜遊びの三原色。 ドコモと同じく大手移動体通信事業者である KDDI、沖縄セルラー電話とソフトバンクは2014年からメインブランドとは別にそれぞれ UQ モービレ、Y モービレというサブブランドを導入している一方2019年から携帯電話事業者として新規参入した楽天モバイルを除けばドコモだけがサブブランドを導入していなかった KDDI 沖縄セルラー電話やソフトバンクのサブブランドは2010年代中盤から新規参入が相次いだシムフリースマートフォンとのセット販売で格安スマホを展開する仮想移動体通信事業者に対抗するため大手のブランド力や資本力などを活かしながらメインブランドがターゲットとしている顧客よりも月額通信量が少ない顧客向けにサービス展開を進めた結果 2010年代後半に入り、MVNO との競争に対して優位に立っている。しかし、サブブランドがないドコモは、KDDI やソフトバンクのメインブランドと同様、長時間通話や大容量のデータ通信を利用する、顧客向けの展開が中心で、2019年6月に段階料金のギガライトを導入するものの、ライトユーザー向けのプランが手薄だった。 このことから MVNO を含めたドコモ回線の契約数にも影響を及ぼし2020年3月期の営業利益では大手3社の中で最下位に転落していたそのような状況下で2020年4月に大手インターネット通販会社の楽天が自社エリア内であればデータ容量の上限なしで月額2980円という低価格で無のに参入 さらに、同年9月には大手携帯電話会社に、携帯電話の月額料金値下げを強く要求する、菅義偉内閣が発足し、どこも、KDDI、ソフトバンクの大手3キャリアは、要求に応える必要を迫られた。しかし、メインブランドである au とソフトバンクでの値下げによる、料金収入低下を避けたい KDDI、沖縄セルラー電話とソフトバンクは10月28日、 サブブランドである UQ モービレと Y モービレで関内閣からの要求を受けた形で 20GB で月額4000円前後というプランをそれぞれ発表した。これに対し関内閣の総務大臣である武田良太はメインブランドで値下げを行おうとしない KDDI やソフトバンクらの姿勢を批判した。こうした動きを受け2020年9月に発表された 持ち株会社の日本電信電話による完全公会社化や社長交代などの内部の動きなどに追われ、他のにキャリアよりも1ヶ月以上後の発表となったドコモはサブブランドとしてではなく、あくまでメインブランドとしての位置づけでアハモというプランを発表した。しかしながらドコモ既存プランから完全に分離されており、実態としてはサブブランドに近い。 KDDI ソフトバンク楽天モバイル MVNO、ありがとうございます。